もう国初は中華民国空軍の軍人。陽名は新誠、郷と、号は犬ひょ日中戦争当時、周たるやわら、気平公、陳慶雲、高公英と共に空軍の電子権を握る航空委員の一人であり、戦中は空軍のナンバー2として、米国からの支援を取り付けた立役者であったが、戦後に米国からの軍需品購入ルートの虚偽や、 資金着服が露見し、米大関係に大きな波紋を及ぼした。スタンダードオイル・オブ、ニューヨーク社員、猛下来、母、長子の長男として生まれる。祖籍は、石膏省放火県岩谷村で、小渓谷の実母猛福売、猛慶彪猛シュゲル京都は、同氏族。上海疎開で、父の仕事を手伝っていたが、1924年冬。 候補軍艦学校3期生入り後清掃隊に入る。翌年2月より第1次統制に参加。6月、流進艦と洋望み便の反乱部隊の鎮圧に参加。7月、第3期学生隊に正式入隊。卒業後、中国交通科銀学校にて無線通信専攻を経て、関東航空学校第2期入学。1926年12月卒業。 モスクワ中山大学留学生に選抜され、同国のボリソグレプスクの第二航空学校にも留学した。1929年5月、航空第一隊飛行員。1929年6月、中央陸軍軍艦学校航空班飛行組長。他に、朝廷、岳、石万牛、長遊谷ら9名が、教官に就いたが、 軍閥の反乱の土に借り出され、教連に支障をきたした。翌1930年春になると教連が、軌道に乗り出し、陽広しかなファン正広、大袖浮草、長野鎮、小井勝、女安吉ら十八18名の学生が単独飛行可能となっていた。そんな中、5月に中原大戦が勃発。航空班にも単独飛行可能な航空班学生を、 戦線に派遣せよとの特例が下され、学生18名で編成された偵察隊一隊の隊長となりカナンの既得飛行場に赴く。同年9月に復帰したが、この時参戦した学生と学校にマまりその間、実技ができなかった学生との間に確執が生まれ、それぞれ羊毛派、羊王派と呼ばれる派閥が生まれた。1931年4月、 航空所長の張恵美長が公衆国民政府に離反したため、米国の視察に赴いていた気平公が帰国するまで代理所長。7月1日、航空班は軍政部航空学校に解消され、校長に就任。同時期に南省で設立された航空指揮部の指揮官を兼任。1933年7月17日、中央航空学校解消に伴い、 副校長。副校長は校長である小解席の代わりに運営及び教官の人事権を持っていたが、派閥の助長を防止するため人事権を弁校長主任の証券人にも持たせ、相互に監視させるシステムが取られていた。しかし、乱医者や CC 系と関わりがあった証券人は、家の身辺を探り、私生活の宝刀ぶりを密告。家は小解席より、 機関の行為は、空軍建設の体系を妨害するものだとの出席を受ける。立場を失った家は1934年、中央高校に規制を引率して、イタリアに視察に赴く。むく。1935年1月、中国航空公司総裁ウィリアム・パウレイと共に、米国のマイアミを訪れ、そこで解散賞を行っていたヘイウッド・ハンセル少尉ビリー・マクドナルド軍曹ジョン・ヘンリー。 ルーク、ウィリアムソン軍曹、そしてクレアリー・シェンノート員のアクロバットチーム、フライング・トラピーズの三人男に感銘を受ける。ショーの後、マクドナルドとウィリアムソンをクルーズ船に招待し、中国空軍の軍事顧問となることを持ちかけた。最終的に、米国当局の圧力でかなわなかったが、これが後シェンノートが中国を訪れるきっかけとなる。帰国後、 南省共同総隊長。1935年9月4日、空軍上皇。1936年5月、任国民政府航空委員会常任委員。なお、この頃に、旧敵、証券人の身辺を探り、証券人の本当の姓は、長であり、昭介石の士族を装って、不当に取り入ろうとしたとして告発している。 両校事変勃発後の1936年7月2日、南省西雲府飛行場総探長の蔡総医師から、関東空軍のパイロットが飛行機で投降してきたことを知らされると、小解析と大流に状況を報告し、翌日、彼らを南京で小解析に接見させた。12月、西安事件が起こった際には、洛陽飛行場に派遣され、 超学寮の部隊に対する偵察、爆撃を指揮、状況を航空委員会に報告した。旋能とは、もう国発を一流のパイロットで、交換の持てる仲間、空軍運営能力に優れていると評し、一方で、周至る銃は、小解析に徴用されている、名目上の指揮官で二の次と評している。1937年5月、共同総体が、 空軍南所第三軍区に改編されたことを受け、同指令。日中戦争勃発後の8月等、厚生省路山の古霊鎮にて、小解析夫妻に、新王とともに呼び出され、第一戦に投入可能な奇数を91期と答えた。8月14日、委員会制度では迅速な指揮が出せないことから、全敵総指揮部が設立されると、副総指揮 1938年3月、周至る銃が、総ビレートの清掃に負け失脚すると、全敵総指揮部は解体され、州の公認で航空委員会軍令庁長,長となる。1940年3月中旬、空軍第一路司令。5月25日、空軍少将。8月19日に航空委員会副主任兼任。1940年11月、 小解析の命を受け軍事顧問、クレアリー・シェンノートと共に特使として、米国へ派遣され、ローチリン・キュリー、フランク・ノックスらを通して、米国当局からの支援を取り付ける。1941年3月26日、空軍総指揮部が設立され、総指揮。第一アメリカ合衆国義勇軍の設立に協力。同年4月、空軍参謀学校教育長兼任。 1942年、ワシントンに新設された国民政府航空委員会中米代表として、米国からの航空機調達を担う。1年間で、彼が購入と輸送に費やした予算は5000ドルに上った。1944年10月、ダンバートンウォークス会議に出席。1945年5月、国民党第6届中央執行委員会委員候補に、 戦失。戦後、連合国安全理事会軍事参謀団、中国代表団成員。1946年6月29日、国民政府参謀本部空軍総司令部副司令、空軍中将。1949年台湾に逃れた後は、再びワシントンに派遣され、空軍中米、最高所代表。また同時に、国際通貨基金福祉公理事の誘国化。 大使館主席部官の川総は、サムとともに、米国での口座管理をも担うこととなる。執務中の毛国発1950年5月上旬、ワシントンポストに、米国人女性を名乗る人物からの投書が掲載された。投稿者の正体は、毛国発のジョリの黄門ミカヤ上皇で、軍がサンフランシスコから10万ドルで輸入したとされる。 航空機燃料300万ガロンの取引が実際は行われておらず、総資料の設立した誠中講師も関与している、胸の告発であった。その金額が雪だるま式に膨れ上がっていることから、米国政府切手の親母であったウォルタージャド、会議員とウィリアム・ノーランド上院議員も中華、民国大使館に対し、民国政府の購入ルートの不透明性を非難した。しかしけは、 空軍総司令の州が軍需品の架空請求を行っていたと主張。州もすぐさま反論し、両者は互いに非難の応酬を始めた。政府は家に帰国を求めたが、家はさらに州が中国銀行ニューヨーク支店の軍の口座預金50万ドルを着服したと主張した。いよいよ事態を重く見た民国政府は家に再度帰国を命じたが、家は 州の新編調査が先決であると拒否した。県は預金の明け渡しを強行に拒み続け、小田,田氏一氏、総指分、国家、化、両門見果て、小敵らが交互に明け渡しを勧告しても、なお態度を変えることはなかった。1951年8月、商工庁外交部長は、県の解任を通達。中米大使小田,田氏一氏と,と、特別女理の由来忠氏を後継代理とし、 司法行政部政務次長の作業官を調査官として派遣。事件の解決を命じた。1952年1月、中国系米国人女性秘書、フランシスリンと共にアリゾナ州通村を経てバスでメキシコに脱出、イコークエルナバカ等を転々としていたが、8月にメキシコシティにてパスポート偽造と不法入国の容疑で警察に逮捕される。 米中両政府は直ちに引き渡しを要求するも、メキシコ当局は拒否した。ワシントン州連邦地方裁判所は、約636万8万八千ドルの請求権があるとの判決を下した。一方、中華民国政府も300万ドルの請求を決定している。その間にも、長期にわたる法的及び政治的闘争が続いた。家は自身が横領したことに異議を唱えなかった。 彼は人々が現政府を放棄すべき時、彼らのために何百万すべてを保管している愛国者であると主張した。大衆紙、コロネットのリチャード・オコーナーは一方で彼は極めて非公式な善意の大使として彼らのお金の多くを撒き散らしたとコメントした。これは台湾政府が悪名高い私立探偵、ジョン・ブローデを雇い、不足している資金の発見と回収。 そして、メキシコからもう国発を拉致すること格策していることが報告されたからである。これらの試みは、メキシコシティ近郊で、ブローディの仲間のクラレンス・ソープマンが射殺されたことで、失敗に終わった。家は、後半後、メキシコシティのレクンベリ刑務所に収監された。なお、隣の独房には、レフトロツキーを暗殺したことで知られるラモン・メルカデルが、服役していた。 1955年4月、豪を煮やした、小介席は3ヶ月以内に事件を解決するよう、命じた。しかし、メキシコ裁判所が家の犯罪人引き渡しを禁じたため、5月24日の釈放後もメキシコに留まり、請求された金額を返金しようとしなかった。一連の案件は、当憲校の中米大使就任後も解決しなかった。1958年に、 商工庁自らが中米大使となり、家が20万ドルの生活費受給と引き換えに200万ドルの支払いに同意したことで、ようやく和解が成立。以降は米国への入国も放免され、南カリフォルニアにて隠居生活を送った。着服はほんの少しに過ぎず、莫大な額ではないと主張し続けた。1987年死去。ありがとうございます。